これは僕はあの朝生見てたんですよね。朝まで生テレビ、ね、月に1回ぐらいやるんですけど、あの統一教会の話とか、あと安倍さんの国葬の話をしたんですよ。で、朝生っていうとね、必ず出るのが三浦瑠麗さんなんですけど、僕も統一教会の話、毎日ワイドショー見てるから、毎日統一教会の話をやってるから結構詳しくなってきてるんですけど、基本的に統一教会をかばう人っていうのはやっぱりチームは安倍なんですよね。安倍さんと仲いい人たち、例えば古市君もそうだし、橋本徹さんもそうだし、三浦瑠麗さんもそうですね。あの三浦瑠麗さんっていうのは安倍政権とともに世に出てきた人みたいなところがあるんで、やたらこう統一教会をかばう話をずっとしてて、なんか論点がかなりずれてて、大丈夫かなこの人っていうところが多々あったんですよ。頭を見てて、大丈夫なのかなこの人がっていうところが、何をこの方は語ってるんだろうっていうところが多々あったんですよね。まず興味がないとか言ったんです。興味がないんだったら出てくんなよってまず思ったこと、まあ、なぜこんなに統一教会が関わってるのか、自民党に関わってるのかっていうのは、団体っていうんですかね、その団体が関わるのは当然だと、いろんな団体があってそれが政治に関わるのは当然なんだけど、結局はなぜそういうところがどんどん関わっていくかというと、国民全体が政治に無関心だからだっていう話、まあ、全然論点がずれるんですけどね。これはまあ私は正直あんまり興味ないんですよ。でなんでかっていうと、その要は中間団体っていうのは統一教会みたいな、まあ、非常にグレーな行為を行ってきた中間団体から利益集団からありとあらゆる人が、あの団体が政党に影響を及ぼそうとする、まあ、ある種の政治参加の形なんですね。で日本では有権者の政治関心が低すぎて、中間団体がすごく政治的なその意思とか参加の意欲が強いと。だからいろんな団体の、まあ、人たちと話をしてもものすごいギャップがあるんです。だからあの統一教会がこれだけその政治に食い込もうとしてるのを視聴者が見て、こんなことがあるのかみたいな、まあ、ある種政治の参加意欲が低くて関心がなかったがゆえに驚いてるっていうのがまあ現状だろうと思うので、具体的に、はい、国民が政治に無関心で関わっていかないから、政治に関心があるところが関わっていくのは当たり前だみたいな、統一教会が政治に絡むのは当たり前だと、なんかよくわかんない話をしてた。よくわかんないのがあの、なんで今更なんだみたいな話をするんですよ。統一教会が合同結婚式だったりとか霊感商法をやってるの昔からだろうと、大体年いってる人はみんなが覚えてるし知ってるでしょうと、それは何を今更騒いでんのみたいな、まあ、それもそんな変な話ですね。今更騒ごうだからいつ騒ごうが一緒じゃないですか。そんなんやったわけでしょ、合同集団で合同結婚式やったりとか、うん、まあ、その宗教儀式でお尻を叩くの叩かないのみたいなのも皆さんよく知ってるわけで、私からするとですよ、上の年代は何をある日いきなり知ったような顔をしたり、世界日報がね、自民党の議員しかまだあんまちらほら出てきてなかった頃は、世界日報が統一教会系 の新聞だと知らなかったっていう釈明が出てきて大批判が起こったんですけど、私だって知ってますけど、なんかこれ今度は野党から出てきた時にも野党の人も知らなかったっていう意見が出てきて、最終的にね、これどん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 炎症していって、まあ一つ一つすごく小さな問題からいくと、パーティー券購入してもらってたから宣伝となってしまってたっていうところまで色合いはあるんですけど、これみんなに波及しちゃったら政治不信が残るだけなんです。あともう一つ重要なのは、統一教会今までみんながよく知っていたニュースであったにもかかわらず、ここまでの反感が広がった、まあ、関係を断つべきだというのが7割以上ぐらいですか、その高齢者に至っては あるというのを見るとですね、まあ、やっぱり歴史問題をめぐる韓国に対する反感というのは相当影響してるだろうな。ワイドショーでは反日団体という、反日という言葉の使われ方がしていて、これは今までリベラルは使ってこなかったんですよ。つまり例えば保守メディアとかね、反日の前で言うとちょっと難しい。今こうやってもう炙り出されてきたから、その話をして何が悪いのって話ですよね。逆に今なんで三浦瑠麗さんみたいな人は今までね、当たり前にやってきたことを今更なぜ騒ぐっていう方が僕は怪しいわけですよね。まあ、そういう話もあるでしょ。あとよ、まあ、三浦瑠麗さんの言ってることよくわかんないのが、その統一教会に対して反統一教会っていうんですかね、反対をしてる、統一教会を弾圧、統一教会に対していろいろ言ってるのは、要は高齢者だっていうんですよね。高齢者がだいたい
反統一教会について問題視していると、若い人は誰も問題視してないって言ってるんですよ。それも変な話だなと思う。三浦瑠麗さんの論法からすると、高齢者の方が年が人口がいっぱい多いから、ああやってアンケートを取ると調査をすると8割が統一教会と問題は、統一教会に問題があるとか、統一教会と政治はちゃんとはっきりすべきだって8割ぐらいになるじゃないですか。それはなぜかっていうと、高齢者の方が人口が多いからそうなるのは当たり前で、若い子はほとんど関心がない、3割ぐらいしかあれは問題視してないってわけわかんない論法を言ってるんですよ。それは私が調べたところそうだって、瑠麗さんが調べたっていうのは、あの人の調査がそんな正しいんですかって話ですね。でちゃんと世論調査のもっとちゃんとしたところが調べてそうなのに、私の調査ではって言われても、なんかそうやって世代間に持っていこうとするところもね、 なんだかなっていうところですね。だけど実はですね、まあ、うちではずっと歴史問題に関する意識調査もしてるんですけど、これはうちの社だけじゃなくて他の社でも出てる傾向なんですが、韓国と歴史問題で妥協すべきではないっていう意見をものすごく強く持ってるんです。高齢者が最近実は変わったんですよ、日韓関係 の意識が。で、高齢者は今まで自分たちが食材意識を持ってきた人たちもいたんだけども、むしろ裏切られたとか、どこまで要求するんだ、ゴールポストを動かすんだと思って反転して嫌いが高じたんですね。ところが今の若年層っていうのは、実は韓国に妥協すべきじゃないっていうふうに言ってる人たちって3割台なんですよ。っていうのはもう全然ダブルスコアで違うんです。でこの統一教会問題で世論調査を取ると、大体ほら高齢者の方がね、人口多いから、そういうところの結果が出るじゃないです か。これはもう歴史問題の、我々の日韓関係のものすごく刺さったトゲに、この新興宗教の変な得意な教義がカツッとはまっちゃったっていうのは、そこに私たちは意識的であって、でその私たちが統一教会に対して非難の言葉をぶつける結果が、国内の少数派抑圧や外国人差別や日韓関係の悪化につながらないようにするっていうぐらいのね、そのぐらいの配慮を、もう今統一教会問題を散々言ってる人っていうのはもっと考えてほしいと思うんですよ。田原さんね、そんなことはないだろうと思うんですよね。だって若い人たち、2世信者とかがめちゃくちゃ苦しんでるわけですよ。その二世信者とかっていうのは20代とかね、10代とか20代、山上なんかは40代ですけど、20代とか30代とかでもめちゃくちゃ苦しんでる信者がいっぱいいて、そういうところに目を向けてないのかな、この人はっていうふうに思ったところ。あとまあ一番わけわかんないのは、統一教会を問題視してる人は、いわゆる韓国が嫌いな、反日だ反日だってレッテル貼るような韓国を嫌いな人たちがこれを問題視してると。それってね、そもそもが安倍派がそうだったんじゃないのと、保守層なんじゃないのって思うんだけど、なんかね、わけわかんないこと言ってる。でそれによって、このまんま、また反日のレッテルで韓国と日本の仲がね、悪くなったら、そうやって騒いでる人たちはどう責任を取るんだみたいなことを言ってたんです。いやいやいやって感じなんですよ。韓国が嫌いで統一教会のことを問題視してるんじゃなくて、統一教会に対して問題視してるんですよ。もっと言うと、統一教会が違法なことをやってて、日本人を食い物にしてる。それは統一教会がっていうところですよ。韓国人がやってると思ってないですよ。韓国の宗教であることは確かだけど、韓国人がではないですよね。まあ、文鮮明っていう、ちょっとやばい人の教えを受けた特殊な韓国の反社的な人たちがやってる。っていうところをやってるんで、全員が全員韓国人があんなことをやってるとは思ってないわけですよ。韓国の人たちが悪いなんて誰も思ってないんですよ。統一教会が悪いっていう話ですよね。統一教会がやばいって言ってるだけであって、なんでそんな拡大解釈で統一教会を問題視してるのは反日だって言ってる韓国嫌いな人なんだっていうところにざっくり落とし込むのかなっていうところで、反日っていう言葉をでも最近皆さんがね、すごく使うのは私はとても問題だと思っていて、日本の中には国民でもあるし、日本人として政府をあるいは国を愛せない、こんな国嫌だ出てってやりたいとかっていう権利ってあるんですよ。
だからいろんな団体やいろんな個人が反日っていうレッテルをね貼られやすくなるし、しかもこの、まあ、ちょっと私はもういびつすぎる競技だと思いますけど、その競技に共鳴してその韓国人男性と結婚した女性、日本人女性信者っていうのを、じゃあ彼女は反日だというレッテルばりするのかとかね、かなり微妙な問題を、いや、この日本人相当反日と言われてますからね、あんまり言いたくないんだけど、ますけど、ルリさんってこの人大丈夫と、なんでこんな人がテレビ出てんのかなっていうふうに不思議なんですけどね。もうね、安倍さんも亡くなって後押しする人いないんだから、あの人もテレビからね早々に消えてほしいなと僕は思ってますけど、まあ、そんな話でした。